剣道部か空手やってるのか。ああ、空手屋のあんたがなんで三宝を習いたがる。関節技だ。それもあんたのひねる三宝、コマンド三宝を身につけたい。ひねる技、それを覚えてどうする。どうしても倒したい奴がいる。絶対に勝たねばならない。それだけだ。そいつに負けたのか。とことんやって勝ったとしても俺みたいになるのがいいとこだよ。俺もあんたと同じだ。昔ロシアのサンビストに負けた。だからサンボを習ってどうしても奴らに勝ちたかった。大学の柔道部に同期で矢島剛という男がいた。あのオリンピックに出場した矢島剛か。ああそうだ。俺はサンボを習いロシアから帰ってくると、あいつはしつこく試合を挑んできた。サンボには足関節があるか。これ以上もひねるつもりはない、壊すつもりはない。参ったぞ。誰が貴様なんかに柔道を捨てた野郎が。茶島、分かってくれ。分かってないのはお前だ。結局矢島は再起不能だ。矢島の足を打った時自分が怖くなった。俺は折ることができる人間なんだよ。試合ができないんだよ。人を倒す技、殺す技、そういうものを身につけてどうするんだよ。だから三宝をやめたんだよ。俺は三宝を愛した。そして今恨んでいる。麻薬だよあれは。そうだよ。だからやめられるもんか。あんたうずうずしてるんだ。丹波さんって言ったな、麻薬は体に良くない。車なら行っちゃったぜ。あの車運転してたおっさんさ、もしかして紐？なんなのあんた、いねえな。あ、ごめん、冗談だよ。ちょっと待ってよ。あのさ、お願いがあるんだよ。俺、久保良次って言うんだけどさ、あの人にお願いしたいことがあるんだ。河野さんのこと？そうかな。あの人の知り合いだと思うんだけどさ、こんなでっかいやつがいるんだよ。あ、一度事務所に来てたよ。そう、多分それ。そいつに俺を紹介してくれるようにあんたから頼んでくんないかな。紹介？河野さん。あ、悪い悪い。この人河野さんに用があるんですって。さっき一緒に車に乗ったでっかい男、俺に紹介してください。うん、あいつか。全然関係ないんだよ俺と。まったく変なのばっかり近寄ってくるよ。ちょっと待って、あんたからも頼んでくれよ。危ないのこいつ。話しますよ。
相沢っつってな、誰に断ってこんな店営業してんだよ。いや誰って分かんない、俺分からない。羽黒組の島なんだよ。やめてください。やめるかどうか聞いてるのはこっちで。相沢のとこのボディーガードだな。あんたは一緒さ、羽黒組に雇われてる。逃げるな。じっとしてれば足か腕の一本すっ飛ばすだけで終わる。土方さん、見せてもらいますよ。じゃあ、羽が持たんぜ。あんたも面白いな。石川さん、引き上げましょう。アマチュアがその首試し切りに取っとくぜ。私ね、もうやめるわ。あとあんたたち好きにやって。はっ、羽黒組！なんだよ、あのおっさん。ああ、なんだこれ。ドスを持ったヤクザ者と喧嘩なんか普通はやれるもんじゃねえぜ。そいつら打撃系と組み技級の格闘家だな。どっちが強いと思う、土方さんよ。さあね。ならあんたとどっちが強い。西山流抜刀術の土方さんだよ。俺は人を切って銭をもらってるんですよ。アマチュアと比べてもらいたくないな。そうだったな。あんたのは旧日本軍が白兵戦用に作り出した実戦剣術だもんな。プロってわけだよ。まあいい試し切りの首が見つかりましたよ。面白いな。格闘家が素手で剣の名人をどう倒すか、そこにエレクトしてくるぜ。河野さん、どうする？これからどうするって。店はもうできませんよ。河野さんやったら。いや俺はできない。金勘定は好きじゃないんだよ。そう、めんどくさいな、また他の店探すの。ここピンハネ少なかったからな。やめた方がいいよ、こんなの仕事じゃないよ。あんた何言ってんの、おかしいんじゃない。やめた方がいいって。うるさいわね。じゃあ野郎同士で勝手にやれば。バイバイ。まあとりあえず帰る場所はあるんだ。
明日のことは明日考えるさ。